皆さんどうもどうもよろしくお願いします。この TK です。で、今日も延長と雨やっていきましょう。で、でね、この先なんですよね、きれいなね。前回ね、終わってから結構綺麗な場所ね。 TV とか SP とかね、集めたりして一応ね、できることまでやってきました。すげえ、一面花畑だな。ここは白の谷道と呼ばれる場所です。白の谷道、確か何か言い伝えがあったと記憶しております。この場所は死んだ人とお別れをする場所って言われてるのに。死んだ人とお別れをする場所。そう、舞い上がる白い綿毛の一つ一つが死んだ人の魂、飛んで行った先で新しい命が巡っていくって言われてる。そう、素敵な言い伝えね。ギョイ、そこギョイって言われても別に。私はこの言い伝えが大嫌い。え、死んだら花になる、なんて綺麗事よ。そんなの生きてる人間の勝手だね。余計な干渉よ。余計ですって。そうよ。そんなことより、この場所にはもう一つ、もっと素敵な言い伝えがあるの。もっと素敵な言い伝え？言い伝え、なんかよく怖い。なんだ、この場所には伝説のゴーレムが現れるって話なのよ。きっと伝説のゴーレムを手に入れたら、私のゴーレムハンターとしての地位も。あなたにとってもっと素敵なことってそんなことなの？ゴーレムとかお金とかより、人の命の方がずっと。お説教は願い下げよ。まあいいじゃんか、行こうぜ。いいけど、ところでアツマ、ここの綿毛って取っていってもいいと思う？まあ誰のものでもないんだからいいと思うけど。そう、うん、じゃあ持っていこうっと。これも白い花の綿毛を手に入れた。ん？持って行ってどうすんだ？秘密。いいから行きましょう。なんとなくわかるよ。え、なんかあるけど、なんかあるけど、え、これって、おお、これってコアやね。コア、コア持ってるべきやね。じゃあ戦っていって、取っていきましょう。よし、やっていくぞ。ほら、早送りじゃ。三軍越しっぱなしやぞ。どうだ？せい、それいらん。行くよ。で、そこ、入ってきた俺だ。あと4匹残ってるけどな。ちょっと怖い。カリン、ちょっとカリンじゃないわ。ライガー危ない。ちょっとライガー、ああ、死んだ。ああ。もう。ナイス。よいしょ、ナイス。一匹ずつやっていってるね。素晴らしい。ああ、死んだ。ちょっと、ライガーさん、死にすぎですよ。魂呼び覚ませでいいんやけど、ちょっと言えてない。大丈夫か俺。それよりも、じゃあさっきからやられすぎ、ライガー。てかその前に復活させすぎ。ほんまそっちやねんな。いけ、よっしゃ、あと1回。え、何が起こった？おう、意外といけた。てか死にすぎてたけど、ライガー。よし、さらに修行だ。よかったよかった。おう、カグドキエビ。まあ、大体こんなもんか。てか、ライガー少なくなる。めっちゃある。54かよ。やばい。あ、プリルコットンコア。この辺なんかありそうやな。なんかありそうやな。何これ、何この、え、あー、アイテム発見。いろいろ見てたおかげでアイテムが発見できたよ。よかったよかった。持っていこう。どうだ、
3000TB。 ああ、うん、ありがとう。タブレットは嬉しいんですよ。この中でのお金やからね。てか TV しか入ってないんやけどな、ほとんど。あとさ、スキルやアイテムぐらいしか、いやアイテムも入ってないから、スキルとか武器やね、それぐらいしか入ってないからね。このエンチャントアームの宝箱の中身は大抵、まあ、大抵ね、うん、タブレットなんですけど、もうちょっと夢のあるもの入っておいてほしい、うん、夢のあるものね。例えばさ、カムイタンとかさ、カムイタン、カムイタン、カム、あの医療コインをするやつ、そういうの入っておいてくれたら俺はめっちゃ嬉しいよ。うん、だいぶ楽になるからさ、それが一つあることで遅いね、動きよ、せやねんけど現実は手ぶれてる。よっしゃ倒れた、 OK 行こう、はい、なんかあるか、ここには何かあるんかな。でも出てきすぎな、ちょっと出てきすぎな、もうちょっと頻度落としてよ、興奮しすぎな、敵方取られてるからって、興奮しすぎな、そういう問題かって言われたら違う。よっしゃ、私まだまだ強く、そうか、だからよう出てくんのか、よう取られてるから、取られてるってなんか意識するから出てくるのかで、おお、ここにもあったい、やったぞー、やったぞー、タブレットやろー。あ、落ちよかった、カリ専用の HP トレインダンス、おっ、あっちゃい、おっ、びっくりした、出てきたんか思った。カリにちょっとなら習得していきましょう、 HP トレインダンスてか SP 2万とか2万以上いってるのかどんだけ倒してるんだよ、これな、24回ぐらい倒してるってことやね、前回。まあそれ以前にもね、まあ前回やってからちょっと戦闘とかも やったから、だいぶ50回以上は戦闘してるかなと思うんやけど、まあ成長でもねさせてるんで、ところどころ。おっしゃ、タブレットも700ぐらいもらえるからね。こっちには何もない、お、何もないと、何もないと、なるほどね。じゃあ先行きましょう、こっちか、ここか、この中広そう。いや、それにしてもなかなかうまいこといかれへんよ、おでい、洞窟みたいなとこ来てんねんけど、この先行ったらいいんやろうけど、まあ取られてるの意識しすぎやんて、敵よ、ゴーディのゴーレムよ、炎よ、決める、よし、頼む、よし、素晴らしい、一発ももらわなかったぜ。アズマのあの関節の炎のねスキルめっちゃいいっすわ、あれ困ったらあれにするときはいいかなって思ってしまう。まあでも雑魚の敵はね、まあ普通に大手でいけるからいいけど、やっぱね、だいぶ強いしちゃ強い敵を倒すのがやっぱね面白いかなと思うんで、そこまでいけたらいいけどね。どうした、で、この先やねんな、この先どうなる、どうなっている、この先はちょっとずっと、おお、出てきた、青い空、白い雲、いやーいいね、どこ行きゃいい、あ、こっちに来たんか、あー、ちょいちょい待て、いこわんの敵やるねんから、出てこんといてって、やる直前に出てこられるの一番腹立つっていう。おっしゃやな。
出てくるのは仕方ない。倒して SP や T、タブレット、あと T ゲージに還元するだけやし。よっしゃ、もう終わりやろ、終わりやろ。よっしゃ、ナイス。どうだ、よっしゃ、消えた、消えた、消えた、よっしゃ、消えた、終わった。あー、サブレットもいい感じに。こいつは、こいつは なんていう名前のやつなんやろね。コア、コアな、コアがもらえるのはわかんねえけど、こいつだ、倒した。うわ、なんかめっちゃ多い。なるほど。うわ、つえ、ちょっと待って、うえい、よっしゃ、一匹は倒した。ちょっと待って、強すぎる相手。えい、よいしょい。お、あ、さっきのコア持ってた敵よりかはデボイ攻撃力だ。ちょっと硬いけど、ちょっと硬いけどな。よいしょい。グラビティ、え、何グラビティって、重力、え、何グラビティ、レイズ、いや、それはないわね、それはないわね。重力、要は飛んでる敵やったら飛ばられへん、飛ばられへんようになるわけか。どういうことや。ゲイルランサーコア、あ、ゲイルランサーっていうやつやったんや。なるほど、で、えい。ちょっと待って、ほんまに出てきすぎやからな、もうちょっとさ興奮せんといて。てか、なんか新しいやつ出てきたよ。あんなやつ出てきてたっけ前。あの、なんか可愛らしい、可愛らしい、なんかゴーレム、ゴーレムが可愛らしい。よし、じゃあまあ行きましょう。ようやく、ようやくや、まあこっち来れた。前回終わってからね、全然なんかもう先行かさずに撮ってなかったからやっとってんけど、ようやくこれだって感じがするわ。なんか暑くなってきたな。うん、かなり暑いわね。暑いんや。服が汗でべっとり。スマートか、かなり中にまで入ってきてるし。かなり中にまで。いや、ちょっと、おい俺、あ、今すぐ服を脱ぎ捨てたい、水浴びしたい。カリン様、はしたないですよ。はしたないですわ、本当にもう。でもさ、ライガさん、カリンじゃなくても脱ぎたくなるぜ。ほんと暑いもん。ま、暑いのはこの辺りから砂漠が始まるから当たり前よ。ただこのくらいの暑さで根を上げてたら砂漠越えなんてとてもじゃないけど無理よ。え、砂漠の中央なんてこの辺と比較にならないくらい暑いんだから。やめて。あ、詳しいんだな、ユキ。え、いや、まあなんていうか、ここら辺出身なんやろ。私ジャンクシティの出身だからね。やっぱりな。そうなんだ。じゃあ、いろいろ案内とか頼めそうね。え、いや、でもよろしくね、ゆき。うん。まあ、任せとけって、どんとこいって。あ、なんかおかしいって。ちょっと、日本語おかしいよ。ちょっと日本語おかしいよ、君。ちょっと職務質問するから、ちょっとこっち来てくれるかな、やろ、まあ。ここには何も なさそうやね。この中じゃあ入っていくか。ジャンクシティ市街地来ましたよと。そういや、クニオバイスとかも あったけど、円って氷炎があるってことは、水と、あと何。あと何。その3つだけかな。ここがジャンクシティか。なんかゴミゴミした街ね。けど俺結構こういう雰囲気好きだな。そっか。ん、お前は、あ、勇気じゃねえか、戻ってたのか。まあね。ふん、
また何かしでかす気か。いや別に、京都シティに行く途中でちょっと寄っただけだよ。ふん、ならいいけどな。ところでお前に残念な知らせがあるぞ。残念な知らせ？お前が探していた魔導楽器だがな、フバイル様が手に入れられたそうだ。なんですって？残念だったな。アツマ、私ちょっと用があるから、適当に街でもぶらついててくれる？え？おい。おい、ほんまに。じゃ、な。な、行っちゃった。何よ、街を案内してくれればいいのに。地元民の義務でしょ、そういうのは。あんまりカリンにロンドンを案内してもらった覚えはないけど。うん、ないけどな。何？うわ、怖い。いや、なんでもない、なんでもない、なんでもない。これからいかがいたしますか、カリンさん。そうね、各自自由行動ってことにしない？そうだな、わかった、そうしようぜ。適当な時間になったらオアシスの近くに集合ね。おっす。ギョイ。ギョイ。上がったぜ。ギョイなんや、そこ。わかりました。ではなくて、ギョイなんや。カリンが仲間から外れた。ユウキが仲間から外れた。あ、全員仲間から外れたけ。おー、なんか抜け目ない眼差しの女。なにこれ。ちょっと、怪しい。怪しいよ。うん。私のクイズな。ほうほう。水は特権階級がシェアしてる。おー、やかんやんか、それ。行ったことあるかしらって。あるよ。一応壊せるもん壊していこう。この中探索で行きましょうか。何か見つかる前カットってことかねえよ。はね、何もないよ。お、ジンの星屑きだ。なるほど、ジンの星屑ね。こっち話しても引っかかってんだ。民家なんだ、どこの野郎。てめえ音だと思って甘い顔してたら突き上がりやって。知りてえのかこれ。やってみろよ、お前なんかにできるもんならな。クワバラかよ。どの ゲームとかアニメでもなんかクワバラクワバラっていうやつ多いよな。一応いろいろ話しかけていくんだな。まあなかったけど、ん？ばあさん、人違いじゃね？ああ、すまないね。あんたによく似た人が昔いたもんだから。確か妹がいたはず。あの子もしばらく見てないけど。なんでお前が、嘘だろ？なんで人をまるで幽霊でも見るみたいに。え？ああ、見間違いか。いや、あんた死んだ知り合いに似ててよ。ひでえな。足だってやるで、ほら。そうだよね、すまねえ。え、なんか怖い。なんか怖い。どうしましょう、また制服られちゃって。え？3回大丈夫かよな、カモネギ女。え、カモネギ女かよ。あかん、これちょっと笑けてきた。悪いけど笑きてきてもだわ。なんでしょうか、さては僕のこと誘拐する気だしね。ないこの子さらったって何にもならないわよ。うちね、身の代金なんて払う余裕ないんだから。うわ、見殺しにされる、それは。お、力のやつ聞いた。え、もう、え、上にも行かれへんし。マジで何することないやんか。ちょっと待ってよ。まあ、いろいろ話しかけてるけどさ。ん、お前新顔か。人が増えればそれだけ競争相手が増える。迷惑なんだよ、早く出てってくれよな。いや、僕立ち寄っただけですから。京都市に行く途中、道中でね、そこまで嫌なこと、いや、さらんでもない。ちょ、ていちゃんと言えてないよってね。ちょっと待って、ライが話しかけていっていい？絶対何かあるやん。あれ、カレンと一緒じゃないんだからさ。買い物の邪魔だからついてくるんです、もうさらにな。ここから陰ながらカリン様を見守っているのだ。ストーカーっぽいからやめた方がいいよ。確かにそれは言えてる。なんだ、この街に慣れてないだろう。町の北側がジャンク山、南のお屋敷が富豪ライ・フバイル様のお屋敷、西に抜ければジギラーヤ砂漠だぜ。砂漠を抜ければ京都シティだ。そこの足場のはしごから手軽に登ればシティ全体が見渡せるから、興味があったら行ってみな。そうするわ。とその前にこっちのこれ壊しておきますか。
お、力の溶石、力の溶石。ちょっと上行くか。なら共同して見渡しましょうか。毒を見渡せるのかな。ん、降りる。へへえやな、ほんま。え、ちょっと待って。いやえ、ちょっと待って。んすることがわからんよ。何もないし何もないし。南にでっかいガンザが見えるだろ。あそこにものすごい音から眠ってるって噂があるんだけど、途中にバカでかい扉があって誰もそこから先に行ったやつはいないのさ。へえ、そうなんや。なるほどね。いや、一応ちょっと降りれるから、もうあっち側、あっち側から降りてみますか。ちょっと気になる、この先に何がある。もう向こうもね、下行けるんですけど、こっちには何があるのかな。見ない顔だな。ここはおかしい、フバイル様のお屋敷だ。お前みたいな新参者に用はないだろ。とっとと失せろ。うん、失せるよ。失せるのは失せるけれども、どこで何をしたらいいのかなっていうの。町の様子を見て回ろう。まあ見て回ってるよ今。前向こうにもロバスターに主眼して聞いたのか。え、ロバスター行って、なになに、なにそれなんて知られるか、なんでもねえよ。なんだよ、教えろよ、教えろってば。じゃあここかよお前は、たく不幸様が募集しているリアゴーレムのロバスターメンバーのことだよ。おめえみてえなガキっぽいやつが入れるとは思わねえから教えてやるが、あんま言いふらすんじゃねえぞ。人が増えればそれだけ足り分が減るからな。そうなんや。よっしゃ、まあ今回はこの中探索して終わりましょうね。ジャンクシティのものって結構おいしそうね。慣れてんだからに、いろいろ食べ物を売っているから それを見ている。おお、今度はジャンクシティのものを使った料理を作ってみようかな。やめてくれ確かにやめてくれちょっと怖いからやめてくれ。あんたこの人の人じゃないね。ジャンクの美容師に来たのがいい。いやそうじゃないけど、ちょっと言っただけだよ。んー、じゃあ私には用はないわね。処分の邪魔だよ。あっち行ってくんな。すまんすまん。こいつは貴様か、信号っていうのは。伝説の詐欺師自称なんや貧乏人って顔に書いてあるな。勇気と勇気様でいい。どうしてこれ最近この人に来るやつは、みんなそれって金づりにならんやつばっかりなんじゃ。ええ、なんかちょっとやめて、その言い方怖い。いや、あんた取引しないかい。手癖の悪いよな。うわ、やめとく。そうさ、あんたの人の足数200個と私の VP 消費カット、うわ、え、それ欲しい持ってないでよ。やだね、別に届かなって。やっぱり品物お金出して買わないとな。あらあら、そうかい。まあ、ここの真の人間ならしょうがないが、分かってる、気が変わってる。真の足数ないんすよ、そんなにね、今はっきり言ってないねんよ。うん、あいつら覚えとこう。うん、ああ、これそれな。なるほどね。まあこれぐらいですかね、今回は。ならちょっと待って、もうちょっと向こう側もあるけど、何かあんのかな。それだけ見てから終わりにしましょう。それがちょっとようわからんから街の様子見て回ったけど、え、何？何もないやんか。え、こっちには何があんの。あ、まだめっちゃあるやんか。あ、ちょっともう一回負けた方が良さそう。やれやれ、勇気が返ってきよった。いや、相変わらず騒がしい。昔はいつも兄貴の背中に隠れてるおとなしい子だったんだけどね。おとなしい子やったんや、あいつが。あいつがやの。あ、ちょ、壊せんもんなと。壊せ。別銀が来た。お、いたよ、勇気。どうした勇気。え、勇気、おい勇気。
戻んだ。おい、どうした、ユキ。そんな、鬼。鬼？鬼？アツマ、あんた。アツマだよね。おう、アツマに決まってんだろ。決まってんだろ。何言ってんだ。そっか、そりゃそうだよね。なんだよ、変なやつだな。ごめんね。いや、別に謝らなくてもいいんだけど。それより、そろそろ出発しねえか。多分、みんなもオアシスの近くで待ってるぜ。うん、先に行っててくれる？ああ、別にいいけど。じゃあ、先に行ってるな。うん、ごめん、すぐ行くから。わ、なんか、勇気の闇を見た感じがした。ジャンクが欲しいか？ってやらんわ。貴様、貸しも金も持ってなさそうじゃしんの。悪かぜな、金持ってなくて、ほんま。こっちになんかあんの？なんかあれ、そんな雰囲気やねんけど。勇気の家、家？ちょっと開く。扉は開かない。あ、ちょっと、エンチャントされてやるなら壊そうぜ。壊そうぜ。いや、それはあかんか。ちょっとそれはあかんか。まあ今回はじゃあこれぐらいですかね。オアシスにまあ行ってそこで終わりにしましょうか。オアシスってどこだ。オアシスってどこだ。あやなのかな。ん、何、どこに行けと。え、違う、あ、こっちが、あ、こっち側か、こっち側か。なるほど。あ、一応これ回復さっきしたかどうか忘れたから。してるけどな、さすがに。もう覚えてるよ。なんとなく言ってみたかった。こっちはね、この中何もなかったね。陣の欲しくて200個あったらまたここに戻ってきてね。ちょっといろ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 やっておきたいと思います。いた、ライがいた。よっ、お待たせ、カリン、ライガさん。ちょっと遅いわよ、まったく。暑いんだから待たせないでよね。まったく、勇気もまだ来ないし。ああ、さっき会った時にすぐ行くって言ってたから、もうちょいで来ると思うぜ。だといいけど。とにかく少し待ちましょう。ライガはすごいな。暑いとか寒いとか言わんとさ。うん、やっぱ大人やわ。来ないじゃない。ですな、ですな。ちょっとアツマ、どうなってるのよ。俺に言われてもな、お前な。まったく、団体行動を乱すやつって私信じられないのよね。いや、カリンが言うのはどうかと思うけどな。うん、まあな。なんですって。カリン様、怖い。落ち着いてください。勇気は来たようです。え？ああ、本当だ。ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。本当よ、どこを突き歩いてたのよ。いや、別に。野暮用でちょっとそこまでね。野暮用ね。まあ、興味ないけど。とにかく、さっさとこんな暑い街はおさらばしましょう。出発よ。大変だ。何？なんかあっちにある立派な家の方で騒いでるな。ちょっと行ってみようぜ。いや、あかん、行ったあかん。なんか嫌な予感がする。嫌な予感がするよ。カリン合流した、ユウキ合流した、ライカ合流した。っていうところで今回はこれぐらいにしておりにしましょう。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。ツイッターの方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL とツイッターの URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。